はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ディオラマの続きやっていこうと思うんですが、ちょっとですね穴開けてね、これ見えますかね、穴開けてね、ビームサーベルをね、A1 やってみたんですよ。やってみてね、パテ持ってから気づいたんですけど、これパテ乾くまで何もできないんでね、ちょっとね動画がね、これこのパテ盛りましただけど、ちょっとね短すぎますので、開封動画またやっていこうかなと思って、ガンダムウェハースですね、パッケージのやつ買ってきたんですが、ちょっとね家族に内緒でね、あるだけ買ってあげようかなと思って行ったんですが、ワンボックスもすでになくて、11個ですかね、11個しか買えませんでしたので、このガンダムウェハース11個開封動画と、まあこれまたね、どんな感じにやったかっていうのを説明をつけてやっときます。ではね、開封をやっていきたいと思いますが、このガンダムウェハース、近所と言わず私が行ける範囲のイオンさんですねにはもうありません。これ最後です。なのでなんとかこの11個でですね、パーフェクトガンダムシークレットのやつですね、出ていただきたいなと思っております。では開けていきます。その前にちょっとハサミ拭いておきます。はい、では開けていきます。なかなかね、かぶりばかりでね、出ないんですねこれ。はい、1枚目これ、はい、アレックス出ましたけど、かぶってる。これまたね、店長にあげる店長コレクション、こっち置いてみましょう。はい、2つ目いきます。よいしょ。はい、2つ目はこれ、お出ましたね、ザク回。これね、もう対になってる感じでね、いい感じですね。これね、持ってないので私のコレクションに入ります。もうね、ザクに乗ってるバーニーさんもね、なんか悲しい感じになってましたけどもね、戦争であんだけこうやらかしてて、負けた軍のね将兵っていうと罰も、捕まったらね罰きつかったでしょうから、まあどっちが幸せだったのかっていう感じはしますけどね。死んでしまっては元も子もないのでね、生きて欲しかったですけど、なんかガンダムにやられちゃいましたね。じゃ次いきます。3枚目、あれなんか出にくい。はい、これ、お、クロスボーン、フルクロスですかね、これフルクロスですね。私もねこのクロスボーン好きでね、よくね漫画も見てるんですね。嬉しいですね。でもね、私こう結構ね、その金系ドーナーが好きなんで、フルクロスよりもノーマル X1 の方がちょっと思い出ありますね。これも私の持ってないので、私のコレクションの方に。では4枚目出ないっすね。パーフェクトガンダム出てほしいですね。4枚目、これ、お、バウ、飛竜って書いてるもん、バウですね。バウは、あ、RE ですね。RE のバウ。かっこいいですね。でもちょっと見えますかね、ちょっとキラキラしてますね、このカードも。この爆発のところ、宇宙のところがキラキラしますね。持ってなかったですね。嬉しいですね。嬉しいですけど、早くシークレット出てほしいですね。はい、では1,2,3,4,5枚目かな、5枚目いきます。はいはいなかなかシークレット出ませんね。レッドフレーム出ましたね。私ね、日本刀好きなので、結構ねこういう日本刀持ってるモビルスーツ好きなんですが、日本刀でね、残血っていう日本刀の、かけたやつですね、合法的な長さに
かけさせられたやつ私持ってるんで、それでナイフ作りとかもしてます。今度ね、もしね登録者様がね1000人いってサブチャンネル作るよってなったら、そういうのもサブチャンネルでね見せていこうと思ってますので、よろしくお願いします。では何枚目だ、6枚目ですかね。6枚目いきますよ。6枚目はこれ、おお、ストライクルジャム大好きなやつ出ましたね。これもキラキラしてますね。私ね、子供にねこういうね主人公の名前つけたりもしてますんでね、結構思い入れのある機体ですね。ただね、プラモで作ろうかっていう感じにはならないんですよね。私そのこういう綺麗系の機体ってちょっと苦手としてますんでね、こういうのはまあ私そんなにね直接お話しさせてもらったことないんですけど、フリーダムモデラーチャンネルさんのアンサーさんとかそういう方上手なんでね、そういう方に任しときましょうかね。じゃあでは7枚目いきますよ。出ないですね。はい、レッドウォーリア嬉しいけど出た。これも店長コレクションですね。レッドウォーリアパーフェクトガンダム、ガンダムはパーフェクトガンダムですけど3でした。私が欲しいのは1ですね。では8枚目、これネモ、はい、出ませんとネモ持ってないんでね、コレクションとしては嬉しいです。まあ、ネモがなければね勝てなかったっていう人もねいますんでね、重要なモビルスーツですね。私この、サンドカラーのネモ大好きでね作ったりもしてますけども、また機会があればお見せしますね。では9枚目、これはい、サンドロック持ってますね。これ店長も持ってるんでどうしましょうかね。よく見るとサンドロックのカードもキラキラしてますね。これなんかねお客さんにあげましょうかね。じゃあはい、10もう残り少ないですよ。ラスト2ですよ。そろそろ出ないと。今回シークレット出てませんね。毎回シークレット出たんですけどね。はい、10枚目はこれ、ガンダムも持ってますね。これも店長コレクションですね。これもいやー、店長とねこのウェハースを分けて食べないといけないんでね、証拠を隠滅しとかないといけないんでね、このウェハースを。じゃあ最後いきます。んー、最後はこれ、シークレット出ましたって言いたいけどこれと違うガンダムマーク2出ましたこれも確か持ってなかったかな、持ってないと思います。なぜ4種類のうち3種類シークレット出て欲しいの出ませんでした。はい、じゃあまたねちょっと近所というか行けるところのねイオンさんにはもうガンダムウェハース売ってませんので買い占めてきましたんでね、ちょっと他のところもコンビニに売ってるのかな、ちょっと探してあればまた開封動画したいと思いますのでお付き合いください。はい、では開封動画もありましたんでね、まあシークレット出ましたけどね、パーフェクトガンダムは出なかったのでちょっとね元気なくなりながらこれ説明しましょうかね。まあ、こう改造というかダメージ表現はね胴体だけにしてます。でまあね、ここにあのボールを仕込んでというか、まあ、ボールを刺してこうパチンとこうなるようにしようかなと思っております。ちょっとねやっぱ破壊されてるんでちょっと浮いた感じになればなと思ってちょっと作ってみました。これがですね、フォトカッターでこう切れ込みを入れまして、イメージ的にはね私何ですかね、日本刀のその流派みたいなのちょっとね勉強してますんでやってますんで、三撃入れましたっていう感じでダメージ表現しました。横に真横に一撃、けさ切りで二撃目で突きで三撃目ですね。だからこうこうこうですね、いう感じで
ダメージ表現してみました。まあね、実際問題ね、3撃目入れる前に機体が吹っ飛ぶと思うんですよ、本当の物理的な話をするとね。でもまあこれマサンの夢っていうデオラマなんでね、瞬間的に3撃入れれたキャンっていう感じで作ってみました。いかがでしょうか。でね、これが結局ここの表現ですね、ビームサーベルで切ってるっていう表現なので、まあ実際はビームサーベルっていう兵器は実在にはないので、まあ、どういった風に切れるかなと想像した時に、切った後にその切られたところの溶けた鉄がひっついていったんじゃないかなとちょっと予想しました。なので切れた後にこう引っ張られたような、見えますかね、立ってますかね、これ引っ張られたような表現をちょっとしてみました。で、1撃目が横なので、横は3名で、もうここら辺が溶けて柔らかくなってると思いますので、2撃目の毛さ切り、こっからこっちに抜けるときはこの重なってるとこから下が相当溶けるんじゃないかと予想して、こういう風なダメージ表現してみました。で、まあ正直こう表面を切っただけではね、パイロット生存してて反撃されるかもしれませんので、コクピット貫くように、いや3撃目をね入れてみました。こんな感じです。これをね、また友達のね製鉄会社の偉いさんにちょっと聞きながら、鉄がどうやって溶けてるのかとか、どういうふうに、流動するのかとか聞きながら、ちょっと手を加えていった上で、色を塗って仕上げたいと思います。こんな感じですね。で、この続きはまたこれ乾いて、作業が進めるようになったらまた動画アップしますので、よろしくお願いします。ではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。それではさよなら。